皆さんこんにちは。物質理工学院材料系の中島です。今日私たちは経済産業の発展により非常に快適な環境、衛生的な世界を獲得しています。その負の遺産として地球環境問題が起こっています。私たちの研究室は資源、環境、エネルギーに材料科学の視点からコミットすることをメインミッションに掲げて研究を行っています。そのアプローチ方法は固体の表面、界面に着目することです。固体の表面は他の物質、光、熱、電子と固体との直接的なインターフェースです。この表面をエンジニアリングすることで固体が本来持つ優れた機能をもっと強く引き出したり、あるいは固体が本来持たない全く新しい機能を付与することが可能になります。表面、界面、エンジニアリングの視点から私たちは地球環境問題に挑戦しています。これから私の研究についてご紹介します。私の研究は主に2つあります。1つは環境浄化材料の開発で、もう1つは固体表面の濡れ制御です。環境浄化材料については光触媒や各種触媒、また固体酸化物を駆使して環境中の有害物を分解除去する研究を行っています。今日私たちが苦しめられているウイルスに対しても、このようなこれまでにない全く新しい抗菌抗ウイルス材料を開発することに成功しました。この材料は近い将来実用化される見通しです。固体表面の濡れ制御については、高度な撥水性や浸水性を持った表面を作成し、あるいはそれらを組み合わせ、これらを使って省エネルギーデバイスにつながるような基礎研究を展開しています。我々がこの研究の中で開発した液滴転落挙動解析システムはすでに実用化され、産業界に数百台以上導入されています。准教授の松下幸子です。私はエネルギー問題を解決したくて熱エネルギー変換の研究を、それから見えないものを見えるようにしたくてプラズモニックカラーという新しい物理を使った色材の研究をしています。本気で地球を良くしようと思っている方、待ってます。准教授の磯部です。私は元素戦略に優れた機能性材料の研究に取り組んでいます。現在は環境浄化に利用できるカーボン膜の作成と、温めると縮む負の熱膨張率を有するセラミックスを合成しています。材料科学の視点から地球環境問題に挑戦してみたいと思う皆さん、ぜひ大岡山で一緒に勉強しましょう。待ってます。